俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、話していきますのが、まあ、その、最近ですね、まあ、NGP ってあると思うんですけど、NGP の方にですね、まあ、その会員特典として、まあ、その、いろいろですね、情報を発信する場所ってのができたんですよ。で、そちらにおいて、まあ、結構、今後のアプリ要素のまとめみたいな、そういうのを出されていたんですよね。まあ、例えば、その、NGP マント、これをね、新規で制作するってことを計画されていたり、まあ、あとは、進撃の巨人コラボを今後来るか来ないかっていうのを言及されていたり、あとですね、結婚システムが今どれぐらいのですね、進捗で、まあ、いつぐらいなのかなっていう話、まあ、されていましたので、今回ちょっとまとめていこうかなと、話していこうかなというふうに思います。それでは、やっていく。まずですね、そちらの動画にて、まあ、語られていたのが、NGP ギフトパック。この間の運営が、まあ、実証ですけれど、実証その金額が当たりやすいですよ、というふうに話されていました。まあ、ガチャがリリースされたじゃないですか。まあ、実際はそうでもなかったんですけれど、そちらの中身について言及されていました。まあ、実際そのどういうものが入っているのかっていうお話ですね。はい。で中身、まあ、金枠とね、あとオレンジ枠の、まあ、その重要な部分だけ話していくんですけれど、まず金枠が、フェラーリ。うん、フェラーリね。あと、運命、軽バン、探検家。まあ、ポルシェ、白と黒の2種ですね。はい。あと、ミラクル、RV1、ランボですね。この4つが金枠車両となっている感じですね。はい。で、金色重機スキンが、クゴの猛虎と、M27、クールビューティー、AK のグレンダ説と、81の天地玄武ですね。はい。これ中身見るに微妙っすよね。微妙ってのと、あと、昔あったっすよね、こういうガチャ。2年前ぐらいから。ランボが出た当初のガチャみたいな。うん、それと中身あんま変わらないなっていう感じですね。さすがに、さすがにって感じですけどね。はい。はい、であとオレンジ枠に関しまして、まあ、全部言う必要はないと思いますんで、まあ、ちょっと重要な部分、車両の部分だけまとめていきますと、オレンジ枠の車両はバイクの高騎士と爆走サタンの白いやつですね、うん、それとまあカートの子供時代ですね、これのみとなってますね。いや、だいぶ渋い、だいぶ渋いっすよ。はい。まあ、その車両スキン、すでにですね持たれている方がまあ被せてですね、金チケット、まあ、金色の重機スキン持たれている方が被せて重機チケット、まあこれぐらいの使い方ですかね。 NGP のパックに関しましては、まあその無料で配布されていた分なんで、まあ、あの無料配布の分の、まあ、そのガチャの中身だったんで、まあまあそんな期待はしないでいいかな、みたいな、思いますけれど、いや、せめてなんかマクラーレンとか入れようやっていうふうには思いましたけどね。あと、これのね、あの、NGP ギフトパックの紹介動画みたいなのあるんですよ。で、中身はこんなのが入ってます、みたいな、いうふうに言ってて、まあ、割愛するんで、その、専用のページ用意しますから、そっち見てください、っていうふうに飛ばされるんですけど、その専用のページには書いてないのに、まあ、動画の説明にはですね、この多いの金額が書いてるっていうね、多い入ってないのに、うん、多い入ってないのに書かれているっていう、別に多い入ってなくていいんですけれど、まあ、そんな感じになっているというわけですね。ちょっとまあ、突っ込みどころがあったなと、いった感じですね。あんま怖いコードやってないとか作ったんかなっていう印象っすわ。はい。で、次ですね、NGP のその特典に関しまして、まあ、結構話されているといった感じなんですけれど、NGP 特典で、まあ、新規でですね、まあ、そういう新しい衣装を、ま、計画されているってのを話されていますね。はい。新しい衣装。まあ、その中のアドバイザーというか、まあ、VTuber にでいいんかな。うん、VTuber でいいんかなって感じですけれど、VTuber の方は、そのマントとか欲しいよねって話をしていて、運営者からの回答は、NGP の衣装は、特典衣装は検討中ですって言ってますんで、まあ、マントって決まったわけじゃないですけれど、まあ、ここでマントっていう風に出すっていうことは、まあ、やっぱ NGP 限定のマントみたいな考えているのかなといった感じですね。まあ、マントの30日体験みたいな、まあ、毎回そのアイコン枠に関しましても30日体験なんで、そちらの方ですね。まあ、マントとかいろいろ来るんじゃないかなという感じですね。マント、個人的にはまだマントないと思うんですけどね。マントだって実装したらみんな課金せんでしょ。マントに対して。ですんで、まあ、マントもあり得るなといった感じです。NGP 特典、特典衣装ですね。はい。で、次ですね。まあ、また NGP のギフトバッグについて、まあ、ちょっと話されていると言った感じですね。まあ、そのイベントの方面白かったんで、もう一回やってくださいみたいな声があったんで、計画してますっていう風に言われてますね。まあ、ここでまた同じようなイベントを持ってくるっていう話はされてはいないんですけれど、まあ、ただですね、その金枠のですね、まあ、重機スキン、あとまあ車両スキンですね、こういうのを持たれていない方に対して言及されていました。持っていなくて、まあ、そういう風になんか絶望してる人は、まあ、ちょっと落ち込まないで、まあ、いろいろ用意してるんで頑張ってねみたいな感じのことを言ってますんで、またですね、そのワンチャン金枠のそういうセランスキンとか重機スキンの何かが手に入るようなイベントってのを持ってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、2周年の時は、まあ、金の重機チケット1枚ですね。NGP 会員、ミッションをこなした NGP 会員。まあ、結構簡単なミッションやってたんですけど、まあ、ほぼ全員に配るみたいな、そういう感じの、まあ、イベントもされていましたし、まあ、今後もそこら辺期待してみてもいいのかなというふうに思います。まあ、前回シーズンですね。まあ、始まってちょっとし
して、そうやってまあ、新シーズンの栄養ってことをやってたんですけれども、まあ、今シーズンも始まって、まあ、もう少ししばらく時間経ったら、似たような感じで、まあ、NGP のそういうことってのをまあ、やってくるんじゃないかな、というふうに思いますね。今月まだやってないですけどね、来月に持ち越しですかね。わかんないですけれど、まあ、やってくるんじゃないかな、という感じですね。はい。NGP ね、金枠。楽しみですね、ほんと。タランスキーね、もうちょっと確率上げてほしいですけどね。うん。はい、そして次ですね。まあ、皆さん待ちに待った、進撃の巨人コラボですけれども、まあ、こちらに関しても、言及の方をされているといった感じですね。いつになるかっていう質問に対して、まあ、その人気のコラボだったら、まあ、随時やるよ、みたいな感じで言ってます。すごいなんか、はぐらかされたみたいな、そんな感じになってまして、別に進撃のコラボをやります。っていう風に、復刻しますという風に言っているわけではないですけれど、まあその案内者みたいな VTuber はですね、まあちょっと復刻あるかもしれないねっていう風に匂わせては来てますね。まあ一応公式キャラの回答なんで、ね、まあなくはないかなっていう。人気だったらするよっていう感じですかね。うん。まあ人気でしょ。進撃の巨人コラボ。間違いなく来たらね、まあ皆さん嬉しいと思いますけれど、やっぱその課金するかしないかっすよね。そこだけ言うと、ね、皆さんマントをゲットしたいだけとか、ね、あとは M4 スキン拡張したいだけとか、そういう場合がありますんで、課金しない方が、まあ、多いと思うんで、多いと思うんで、いや、しないわけじゃないですよ。多いと思いますから、どうなんだろうな、っていうふうに、正直、まあ、個人的には思うんですけどね。まあ、でも、それでも、その人気はあると思うんで、そのうち来るよっていう、そういうことではないでしょうか。まあ、前、去年ぐらいにあった、フェアリーテールと KOF のなんか、穴埋めコラボみたいな、なんもなかったんで、やることなかったから、間に入れました、みたいなコラボあったんですけど、そんな感じで、ちょい役みたいな感じで、復刻してきても、おかしくないんじゃないかな、というふうに、まあ、思いますね。はい。まあ、皆さんですね、こうやって、まあ、運営者の方が、まあ、明言はしておりますんで、ぼちぼち、まあ、オレンジチケットの準備の方、していった方がいいんじゃないかなと。うん、副スキンのオレンジレベル5チケットですね。用意しとった方がいいんじゃないかな、というふうに思いますね。まあ、今結構リサマラで、まあ、その贈り物増やせるじゃないですか。贈り物の値をですね、贈り物値増やせると思うんですけれど。まあ、あれでですね、オレンジの服ですね。これを交換することによって、まあ、服のオレンジチケット、これもね、増殖できますんで、今のうちにそのイベント29日までなんで、まあ、マント欲しいな、という人は、早めに準備されてもいいんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。で、次ですね。まあ、結婚システムについても、まあ、いつぐらいに実装するとか、まあ、その今の開発の進捗っていうのを語られています。まあ、正直言いますと、この NGP のその、今回チャンネルの動画があるんですけど、そちらの方で明言されてまして、まあ、今ちょっとその、システム自体はもうできてると。結婚システム自体のシステムはできてるんですけれど、まあ、日本プレイヤーに合わせた、まあ、日本人のその感覚とか、まあ、日本人の普段のその、しきたりみたいなのあるじゃないですか。まあ、中国とは違うんで、文化が。そういうのに合わせるために調整中です、みたいな感じで言ってて、それ、待って、でも4月のアップデってもう30日だよね。30日しかない。なのにだって23日に出した動画でそういうこと言うってことは、これ延期するってことだよね。これ忘れてないぞ、ね。去年のさ、荒野の光第2回で言ったことな。4月に実装するって言ってたのに、4月結局終わるやん。終わるやん、4月。ねえ。まあ、この間は自分も動画にしたんですけれど、僕は6月だって思ってますね。ジューンブライド。6月に結婚するのが、まあその世界的に見てもですね、どっちかというとその、まあヨーロッパとかそこら辺の文化なんですけれど、日本にも若干染み渡っている6月に結婚すると縁起がいいよと、そう長続きしやすいよっていうのがあるんですけれど、まあ6月に持ってくるんじゃないかなっていう個人的には思ってますね。だいたい延期したらね2ヶ月ぐらい延期するんで、高額行動運営今までその期間宣言して延期しなかったことないんで、全部延期してますから、東京マップとか、まあここら辺は想定通りかなというふうに思いつつ、あやっぱその延期するんだとも思いつつ、延期することはこれ明言されてないんで逃げたなと思ってます。逃げてきたなうまくみたいないうふうに思いましたね。まあ、いろいろそういうね、いろいろ結婚要素とか NGP パックとか、まあ、進撃の巨人とか、そういう要素あったんですけれど、それに関しましても、まあ、問い合わせとか、まあ、その該当の動画とか、その該当の動画の URL に貼ってる掲示板があるんですよ。実はネットエース公式サイトね、掲示板がありまして、そっちになんか書き込んでくれたら、まあ、参考にするんで書き込んでくださいっていうふうに言ったんで、まあ、皆さんね、要望のある人は書き込まれてみても、コメントをされてみてもいいんじゃないかなと思いますね。NGP パックの中に、マクラーレン欲しいなとか、結婚システムの特典は何ですかとかですね。進撃の巨人イベントですね。いつ来るんですかとか、まあ、いろいろ皆さん、いろんな要望があると思うんですけれど、そちらにですね、問い合わされてみてはいかがかな、というふうに思いますね。何を皆さんが問い合わせるかは、皆さんのご勝手です。僕は知りません。はい。はい、で、最後にね、話していくのが、なんか、最後オフラインイベントみたいな予定してるらしいですよ。ね、開発者さんと、コアコードの開発者さんと会えますみたいなオフラインイベントを予定されているらしくて、銀杏さんのことが大好きな人は、皆さんね、まあ、逐一、まあ、そういうイベントの方
チェックされてみてはいかがでしょうかね。銀杏さんと、ああ、もう大好き、もう銀杏さん愛してるって人は、ワンちゃんそういうイベントの方応募されてみてもいいと思いますね。まあ僕はもういいですけれど、俺はもういいっす。俺はいいけれど、まあ会いたいなという人は応募されてみてはいかがでしょうか。というのと、もう一つ。まあ今回僕、進撃の巨人コラボのこうやって動画作りました。プラスですね、まあこの間から7つの滞在コラボのですね、まあ動画上げてるんですけれど、もう一つね、まあ近くはないっす。予定なんで近くはないですけれど、もう一つとある作品とのコラボっていうのを運営が予定してるっていう、まあ情報はもう掴みました。まあほぼほぼ確定かなっていうものになってます。はい。まあ2ヶ月から4ヶ月後ぐらい、結構先の方になると思うんですけれど、その予定されているコラボについて、まあ次回ぐらいにね、まとめようかなというふうに思いますんで、まあ、よかったらその時出す動画の方もよろしくお願いします。まあその時出す情報を見たら皆さんね、あ、まあこれは計画してるねっていうのが、まあお分かりいただけると思いますんで、よろしくですといった感じです。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。ツイッターやってます。フォローバーしろと言われたらフォローバーしますのでよろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つやってます。ミルダムの方では全てのギサムラライブやってますので、ギサムラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。あとですね、ミルダムと YouTube コミュニティ欄の方で無料クランロゴ作成企画の方やってますんで、欲しいなという人はチェックしてきてください。LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画上げてますんで、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。